どうも、バンです。こちらの北の端の柳の木なんですけども、ちょうどね、剪定しようと思います。これからね、この石積みの、ね、内側を整備していくにあたって、ちょっとこれではね、あまりにもちょっと作業性が悪いですし、あと、ちょっとね、垂れ下がってきて枝がね、もうちょっとボキッと折れてもダメですしね、もうこの辺からこう頭になるべくかからへんような感じでね、剪定していきます。それでは作業開始です。はい、どうもです。こんなとこかなというふうに思いますね。今回結構ね、思い切って剪定しましたね。この柳の木は結構前からね、生育が良くて、何度も何度も剪定を繰り返してるんですけども、今回はかなり剪定しましたね。で、ポイントはやっぱり頭が使えるかどうかですね。こんな感じで十分なクリアランスが確保できているというふうに思いますね。大きな幹としてはこことこことここ3つね、大きな幹は切りましたね。どういうことかって言ったらですね、石垣ですね、ここまで、積もうというふうに思ってるんですね。なので、
ここから徐々に、こう水草それからグリーシーを詰めていくんですけども、ここの高さがやっぱりあと 2,30 センチは高くなる予定なんですね。ということはやっぱここをこのくらいは確保しておいた方がいいということになりますね。僕の身長が171なんで、プラス30ぐらいはね、確保できているというふうに思います。もちろんこっち行ったらもちろんね使えますけども、こちらに、ぐるっと回れるっていうことがね、重要なんでね、そこをね、重視して、まあとりあえずこんなとこかなと。またどうせね数年後、剪定しなければならないかなというふうに思いますけどね。あ、枯れ枝は剪定以前の問題で、もう除去しておいた方がいいということになりますね。はい、本日以上です。ではでは。